や。また歴史の歪みが発生しようとしています。おそらく今回の歴史の改変もドミグラのワームホールが原因よ。だとしたら放っておくわけにはいきませんね。今度の歴史では宇宙から来た人工生命体ベビーが相手です。ベビーは父さんやゴハンさんをはじめ多くの戦士を洗脳してしまった強敵です。誰が敵として現れるか分かりません。くれぐれも注意してください。俺は生まれ変わったんだよ。スフル人としてね。スフル人？まさかベビーに操られてるの？目障りなサイヤ人め、消えてしまえ。お、俺が相手なのか。はい、洗脳されたあんたは、ハンちゃんを守り通してください。ママ直伝の、あなた何者？正義の味方っぽくはないけど、いい人はいまなのね。邪魔をする奴は一緒に死んでもらう。誰だか知らないけど、助けてくれてありがとう。でもパパもごちゃおじさんもトランクスも。俺の邪魔をする奴がまだ残っていたのか。こいつがベビーです。サイヤ人に滅ぼされた俺の母性も復活した。これから他の星の生物もどんどん寄生していって全宇宙を支配してやる。おじいちゃん、私よ、ハンよ、ベビーなんてやっつけてみんなで地球に帰ろう。ねえおじいちゃん。その姿は、よく頑張ってな。貴様、生きていたのか。今度の俺はちょっと強いぞ。やりました。悟空さんがスーパーサイヤ人4になって帰ってきました。あとはベビーを倒すだけですよ。サイヤ人など一人残さず生かしてはおかん。決戦も決戦、超最終決戦。お前はまだまだ強くなる。修行を怠るなよ。まずい、ワームホールです。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。
ちょっと待ってくれ。タウンを守ってくれてありがとな。また会えるような気もするけど。じゃあな。お帰りなさい。お疲れ様でした。ベビーを追い詰めたところでワームホールとはまた厄介なことになりそうです。次の巻物はまた俺が調べておきます。ええ、そろそろ慣れてきましたよ。人ってこうして成長していくんですね。元気ですか？巻物、見つけておきましたよ。ベビー、あいつは危険です。くれぐれも気をつけてください。そうね、トランクスまで操るような恐ろしい敵だものね。ええ。まあ、トランクスはドミグラにも操られてたけど。ドミグラの時は確かに俺でしたけど、この俺は俺じゃない別の俺で。俺じゃない別の俺って、それ結局俺ってことじゃないの？それはそうかもしれませんけど、もう俺のことはどうでもいいじゃないですか。はい、この巻物に異変が起きていました。すぐに向かってください。トランクス、今ごまかしたでしょう。この歴史では地球と地獄がつながって大パニックが起きています。なんだお前も他の奴らみたいにキャーッとが叫びながら逃げなくていいのか？なるほど、なら俺たちが相手してやるぜ。さっきの話ですけど、俺じゃない別の俺っていうのはですね、昔俺がタイムマシンで時代移動してしまったことで歴史を吹いてしまったことがあるんですけど、その俺が吹かしてしまった歴史の俺が、そしてデビューに操られたトランクスで、今こうしてあなたに話しかけている俺は、そっちの世界にタイムマシンで移動した頃のトランクスなんですよ。だから確かにそっちの俺も俺なんですけど、でも俺ではなくて、今はどこでもいいですよね。すいません。生き返ってもこんな感じなのか。こんなことなんだ。おとなしくうまいもんでも食いに行けばよかったな。
大したやつだ。よくやってくれた。お前なかなかやるじゃないか。リクーヌ、バータ、ジース、グルダ、ナッパ、ミン、ナ、ソ、ラ、テー、ネオギニュー特戦隊。こんなのおかしいですね。ギニューがいないのにギニュー特戦隊だなんて。驚いているようだな、かわいいやつめ。我々はネオギニュー特戦隊、全宇宙の精鋭を集めたエリート中のエリート部隊だ。俺たちはナメキ星でやられた俺たちの仇を討つために地獄からはるばるやってきたのだ。おい、お前ベジータはどこにいる。ついでにあの変な頭のサイヤ人の居場所も知りやがれ。邪魔をするなら準備運動代わりにお前も可愛がってやるぜ。命知らず、まあいいだろう。俺も地獄で作った。うわあ、ジース、グルト、やられちまったのか。またスペシャルファイティングポーズの考え直しだ。隊長いないと結構大変なんだぞ。お前らごとき父さんが相手するまでもない。俺が片付けてやる。見直したぞ、そっちの俺。さっきのミスを挽回しろ。ギニューと全体の青い張り切り、バータ様の実力はこんなもんじゃないぞ。バータのスピードには要注意です。見失わないようにしてください。ベジータの息子か。てめえも地獄行きだ。そうはいくか。お前こそ地獄に送り返してやる。クソ、トレーニング不足が高かったな。しっかりするんだ、お前の俺。お前はもっと頑張れよ。こんなところで負けたら父さんに叱られる。そうだ、父さんに胸を張れる戦いをしろ。うわあ！そっちの俺！地獄からはるばる来たな。こんなのか。17個。こいつのせいです。君と地獄がつながったのは、こいつは地獄で作られた人造人間17号です。こいつが地上の17号と共鳴することで地獄の穴が開かれたんです。歴史通りならこの後現れた地上の17号とこの17号が合体し、スーパー17号が生まれるのですが、もしこの強くなった17号からスーパー17号が生まれたら、ただでさえ強いスーパー17号がきっととんでもない強さになってしまいます。二人の17号を引き合わせるのは危険です。先にドミグラの洗脳を解かなければ。何ですか。早く来い、早く来い、早く来い。俺と一つになる。なんだ、
一体どこへ？すぐに追ってください。まったく大したやつだ。よくやってくれた。お前は俺、俺はお前、一つになるのだ。スーパー17号が誕生してしまいました。とんでもない強さを感じます。さっきの礼をさせてもらうか。なんてやつだ。次元が違いすぎる。またあのおかしな穴のせいで取り逃がしちまったな。おめえまたどっか行くのか。また世話になっちまった。この借りはいつか返さねえとな。ワームホールがスーパー17号まで吸い込んでしまうとは、これは偶然ではないでしょうね。ドミグラの狙いはおそらくベビーとスーパー17号の2人を使って大きな歴史の改変を引き起こすことだったんでしょうね。これ以上歴史の改変を大きくするわけにはいかないわ。
次が最後のチャンスだと思って気合い入れなさいよ。はい。その前にちょっとお茶でも飲みますか。